皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。今日はガイアノックをしたので、このスミレスポーツさんのガイア主要グラブのお手入れと考察ということでやっていきます。まあ土、まあ砂、そんな黒土とかではないんですけど、のグラウンドでやったので、まあ赤い補給面が白く土がついてるんですけども、見えますかね。まあ大体真ん中あたりで、まあ外野手の場合は先っぽ使ってでも取りに行くっていうことなんですけど、大体真ん中のあたりにボールの後砂がついてるのが分かるので、まあ自分としては真ん中で取りたいのでいい感じかなとは思います。ちょっと親指の付け根が擦れてるんですけど、まだまだ補給面が硬くて、ちゃんとしたポケットが、包み込めるポケットができてないのかなっていう感じです。このウェブ下のとかもちょっと無理して取りに行ってるんで、土のこういった付き方で自分のグラブの使い方を復習しています。ではお手入れですが、まずはブラシで、まあ自分の場合なんですけど、ブラシでこの砂を取ってしまいます。布も使います。結構この指先がほこりがつきやすいので、まあ、全体取るし、こんな感じで砂は大体取れましたんで、まあそんなに泥があったりとかしてではなかったので、今日はこの上指あたりかさついてるところだけオイルをと補給しようかなと思います。使うオイルは Z さんのプロステータス、ほんのちょっとつけます。指の付け根で無理やりボールを挟んでしまう、まあ補給する際ならしょうがないんですけど、ところがあるので、そこをこすって、あとは補給面に伸ばしていきます。で、表は布で拭いていきます。この時オイルを
全体に伸ばしてあります。あとはブラッシングしていくとツヤが出るので、ブラシを全体にかけて、もう手入れはこんな感じです。光当てると光ります。はい、今日はスミレスポーツさんの外野手用グラブのお手入れをしました。皆さんもこういったお手入れがいいよとか、自分はこうやってやってるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今日の動画は以上になります。